はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英熟語第12弾をお送りします。で、今回はね、この5つの熟語をやっていきますので、まずこの状態でテストしたい方はぜひね、動画止めてやってみてください。では早速1番からいきましょう。で、まず最初がオーバーゼアですね。オーバーゼア。で、これで、まあ、キーワードでね、もう向こうって覚えちゃうといいかなと思います。自分は向こうって覚えちゃうんですが、ちゃんと訳すんだったら向こうにとか、まあ向こうでという意味になります。例えば向こうでサッカーをやってるとかみたいな感じ、みたいな感じだね。 over there、まあ、ただキーワード向こうで訳せると思います。自分はそれでね、困ってはいないので。で、2番が the other day ですね。 the other day。で、これはまあ長文とかでちょこちょこ出てくるやつなんですが、これ先日です。先日どこどこに行ったみたいな、そんな感じで使ってください。これは the other day。 で、3番と4番ちょっとあえてね、今回並べたんですけど、まず3番が for the first time です。で、4番 at first なんですけど、両方 first 使ってるんですよね。で、3番の for the first time が、これが初めてです。初めてで、意味先にやっちゃいましょうかね。これ at first、 こっちが最初はという意味になります。例えば3番だったら初めてハワイに行ったみたいな、まあ俺行ったことないんですけど、はい、初めてハワイに行ったとかで使ってください。で、こっちは最初はあまりギターを弾けなかったとか、上手にほにゃららできなかったみたいな時に使うのが at first です。で、せっかくなので両方とも反対のやつを覚えちゃいましょう。あのね、すごい似てるんで、ここ変え方がね、これが for the first time ですよね。で、first のところを、だから for the も同じで、ここを last に変えるんです。 for the last time です。で、これが、まあ、初めての反対なんで、まあ、最後にですよね。最後にどこどこ行ったみたいな感じ。For the last time です。で、最初は、で、これね、いろいろ調べていく中で、反対っていう表現をしてるものが結構あったので書いちゃうんですけど、あまり個人的にはね、あ、そうなんですね、みたいなリアクションになっちゃうんですが、これがね、at last です。あ、で、これファーストがラストに変わるんで、上と同じ変化なのね。で、これの意味がすごい大事で、これ、そしたらいいか。ついにとか、とうとう。ついにどこどこにたどり着いたとか、とうとうどっかにたどり着いたみたいな時に使ってください。なんで、なんだ、こう、しっくりきてないかっていうと、最初はの反対ってついになんだなと思って、それがちょっとしっくりきてなかっただけなんですけど、ただなんで取り上げたかっていうと、このアットラストは大事なんです、これ。アットラスト、ついにとか、まあ、アットラスト、とうとうっていうのはすごく大事なので、で、for the first time、at first、これよく出てきます。で、アットラストもよく出てきます。で、for the last time は、そんなに出てくるイメージはないんですけど、ただ変化の仕方が同じなので、せっかくならね、一緒に覚えちゃいましょう。で、ラストが look up to ですね。look up to ほにゃらら。で、これはですね、個人的に高校のイメージが強かったんです。look up to 強かったんですけど、塾講師やってる時に学校の先生がね、こうなんだろう、熟語表とかたまにプリントでしてくれる先生とかいると思うんですけど、何回か見たことあるんですよ。あ、で、その時に、あ、中学でやるんだと思って今回取り上げたんですが、look up to ほにゃららで、ほにゃららを尊敬するですね。尊敬する。で、これ、まあ、同じ、熟語じゃないんですけどね、単語になりますけど、多分これはね、親しみがある。リスペクトですね。リスペクト。日本語でもね、リスペクトするとか言いますけど、それと同じ意味です。まあ、尊敬するだね。で、一応ね、反対の、ルックダウンオン。っていうのもあるんですよ。一応おまけで書いておこうか。これとテストにはしないですけど、もし余裕があれば覚えてください。 look down on ほにゃらら、これ逆です。見下すっていう、
尊敬するの逆がルックダウンアンなんですけど、まあ、もしよかったら覚えてみてください。はい、という感じで今回はこのね5つをやらせていただきました。さあお待ちくだされ。よいしょよいしょ。で前回のね最後でも話をしたんですが、このシリーズ、あの英単語シリーズはね今終了になっちゃってるんですけど、熟語シリーズは20まで、やるつもりなので、待ってね、ここか。なのであと、まあ、もうちょいねしばらくまだ続くんですが、一応ごめん、全部で100熟語やりたいんで、もしよかったらね最後までぜひお付き合いください。でリスペクト、これはいいね。ルックダウンはあのいらないってわけじゃないんだけどね、あんまり出てこないイメージがあるので中学では。よし、これでいいかな。はい、という感じで、じゃあ今回もねここまでご視聴いただきありがとうございました。でもしよかったらねぜひ次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。